この愉快なお兄さんたちに囲まれながら、今日目指すところは、こっちクロックタウン東か、おっとロックビルだよ、門番が教えてくれた通りにこっちに出てタルミナ平原に出てここにエポナを用意しておきました。でここに乗って、であそこのなんかなんだろうね、あのポケモンで出てたあのあーなんだろう、とにかく怪しいところに行かなきゃいけないらしいですよ。そのため、あ、ちょっと待って、ほらほらほら、ほらもうこんな奴らがうようよいてもうたまんなく、もうダメだこれ。エポナさん、エポナさんもこれもうダメだこれ。よし、でこっちのクソ危ない奴らがいっぱいいるんで、おっと飛び越して飛び越して、おっと待て、少女がいる。そう、え、少女これ、おお、んほらほらほら、いひひ、お前さんこの、あー全然少女じゃない。この先のイカーナの丘はこのように恨みや未練を残して死んでいった魂のさまよれる、今も魂を捧げるものを求めてさまよっている。残念だがお前さんのようなものが来るところではないな。でもどうしてもというのなら、牧場あたりでさまよる魂の宿る面を手に入れることだ。その面がなければ奴らの魂を救うことはできないよ。それまでここを通すわけにはいかないな。でその牧場で、まあ、取ってきたわけですよこの仮面を。もう傲慢トラックの親父にほんとボコボコにされてきた。これ来たよ。あもうこいつらとにかくどうにかしてほしいんだけど、いいお面つけてるね。それは血塗られた歴史を持つ丘の上の城で隠密活動をしていた忍者の狩猟のお面だ。えらく詳しいこの人。そいつで今もなおさまよう奴らの魂を呼び出せるかもしれないな。お前さんこの先でさまよう魂を救ってやってくれ。いっうわ、いやあ、なるほど、あの木に掴まれってことか。フックショット、今日勘がいいね俺。冴えてる。よし、うわ、赤い斑点つながれ。そこからクソ危ないんだけども、ここら辺クソ危ないんだけど、治安悪すぎだろほんと。こいつ危ない、こいつらここは千尋迷い込んでる。え、温泉ここ、お前にさんを救えるかのところかな。怖いな、もう怖いんだけど、あの人、この人が一番怖い。もうね、やっぱね、世界でやっぱ何が怖いかっていうとね、やっぱり人間なんだよ。わかるかな、このもうお兄ちゃんいい剣持ってるね。やっぱり武器はそれくらい立派じゃないとね。川向こうのイカナの村だけど、最近おっかね、資料がわんさか出てね。なんでもイカナの王家の亡霊とかなんとかよくわかんないけどね。もう進めやしねえんで、もう引っ越してきた。今は物好き親子が亡霊の研究とかしてるけど、それにしてもいい剣だね。ちょっと見せてくんねえか。やだ、くそ、あー、やっぱ敵がか、ん、そうそう、オルゴール回すのに川の流れがいるんだって。川が干上がってるから盗む価値もねえけど、いやこっちの話、もうこ怖いこの人、怖いちょっと、とりあえずどこ行ったらいいのこれ。え、看板を見よう。谷の向こういかなのか、タコに注意。うん、分かった。遊びでやってんじゃないんだよ、乱暴だな、もう。ちょっともう、とんでもないなんか状況に今いるんだけど、何これ誰こいつ、はぁ、うわ、なに、え、いきなり、はぁ、おぉ、待て、冗談抜かせてないでござるよ。いや、あいつ、案外こいつ弱いぞ。ちょっと待て、リンクさん待って、よし、いきなりのボス戦ちょっと怖いけど、ちょっと待てよ。うわぁ、ちょ待て、フックショットじゃ、完全に麦わらのあの人みたいに、この伸びた後を切られる感じになっちゃう。うお、ちょ
調子に乗るでなかれよ。ちょっと待て、弓矢防いだよこの人。黙らっしゃい、一撃かよ。無念なり敵ながら見事であった。最後に我が心を心して聞け。フラットという音楽家の霊がイカナの墓地に眠っている。ここイカナにはその兄シャープがいると聞く。信じる信じないはお前次第。死して屍残すまじ、それが我がガロたちの掟。何だったんだろう。いきなりなんかここを帰ろうとしたら襲われたんですけど、すごく怖かった。トラウマもの。よし、ちょっとね、見たところ違うらしいんですよ。まずこっちじゃなかったらしい。でここの治安悪いこのゴローニャたちをどうか。おお、もうなんだよ、ジブリに感化されすぎだって最近。よしよし、でここちょっと抜けて、とりあえず抜けるんですよ。で抜けてやっぱこっちに行った方が良かったらしいんですってね。だからちょっとエボちゃん呼び出して、こんなマスクかぶってて老けるのかお前、おかりながら埋め込まれてるわ本当。内臓しとけよ本当に。よし、うわエポナじゃなくてボム中来たんだけど、乗れ乗ったら無敵。とりあえず登れ。ああ登れない、登れないな、通り越せないかな。ちょっと待って待って、お前らうるさい。分かった、戻れ、降りろ降りろ、よいしょ、こいつ登れ。よし、あなんだこれでいけちゃった、これでいけちゃった、これでいけちゃった本当。あーもうお月様出た。あここがイカーナの墓場ってことですね。なるほど。何もうさっきからおかしいぞお前ら。あ切れない、これは敵じゃないと喋る。ほらこの墓を守っている、墓地を守っている墓守の断平だ。顔は怖いけど悪人じゃねえぞ。ここにある墓はみんな山向こうにあるイカナ城の王さんの家の墓だ。今でも夜になると幽霊が出る、おっかねえ墓なんだぞ。わかった、ちょっと怖いからさっさと行っとこう。墓地を抜けて、なんか燃えてるんだけど、燃えてるんだけども、とりあえず救急呼べよ。ハートがね、よし、ありがたい、ハートがあれば100人でいける。よし、あ何通れないんだけど、ん、我が魂を目覚めさせる者、我と戦い燃え盛る炎を消したも、目覚め、なんおお来た、何も今日やばいんじゃない。で多分目覚めるものとかって言ってたから、なんかこれ多分目覚めのそなたじゃない。あ一撃でできなかった。あーもうしまった、いくぞ、上左 A 右 A、 これで来るんじゃない。うおうお、何もう、うおおいったし、そあいつ元凶。あなんだこいつら、ちょ待て、さっき行くんだけど、あいつ邪魔、お前ら邪魔、えぐい、今出てくるんでしょ、ほらやられちまえ。よし、何あいつさっき行くんだけどさ、俺を待ってくれないの、俺を敵視してない、俺を敵としすら認めてくれてないのか。ふざけ、もうな、ちょ待ってって、もうボスも目の前にいない、何なんだこれ、完全に俺の背中を追ってけ。私に追いつくことすらできぬとは、所詮その程度の力であったか。うわまあとりあえず何回でもまあ挑戦はできるらしいので、まあやりましょう、もうやるしかないんだろう。
はい。もうこの目覚めのそなたのこの歌詞が長いこと長いことしくるわって本当。よし来い。もうこいつが動き出した瞬間にでもまあもう捕らえて、もう弓矢でもバシバシ撃つしかない。ほらほら来いよ。あ、動き出した。危ない。止まれバカ。ほんと落ち来い。とりあえずここのは片付けとかないと。よっしゃ、攻撃できる。バカ、ほらほら、おお、来いよ、バカ野郎、ほれ、あ、弱いぞお前、どうした、ほら、どうした、おい、早い、かわいい、すごくかわいい、待て、私の間、武器をしまわれよ、クソかわいかった。で、私は丘の上のイカナ王国でイカナ軍を指揮していたスタルキーダと申す者。王国で起きた戦いに敗れ屍になってからも我が魂を呼び起こしてくれる者が訪れるのをここで待ち続けていた。私を呼び起こし見事打ち倒した若き剣士よ、そなたの力を見込んで頼みがある。燃え盛る炎の中にある我が魂を手にし、死してなお私への忠誠を貫き通す我が部下たちに私の言葉を伝えてほしい。すごくかっこいい。もう戦いは終わったのだと。もうクソ男らしいんだけどこの人も。もう惚れちゃいそう俺。アナザの勅使河原さん以上なんだけど。これもこれで私は安らかな眠りにつくことができる。もう方言入っちゃった。隊長殿。何この人。しばらく休暇をいただいてもよろしいでしょうか。しっかり休めこのバカ野郎。本当に死んでもなお働き続けるバカ者がいるか。やばい、かっこいい、ほんと惚れちゃいそう俺。何この男の無言のこの約束誓いみたいな。イエス、やばい、ほん泣きそう俺。めっちゃかっこいいこの男たち。何もこんな感動があるとは思わなかった。そうだ、でこれ確かこれ宝箱にこのフックショット、これテレテテテテレテ、もうトゥームレイダーの世界。よし、エバラのおまだ、違うし隊長の帽子を手に入れた。数百の部下たちの亡霊が忠誠を誓う隊長の証。知恵でかぶってみよう。よし、じゃあ隊長の証手に入れた。もうあの男はもう俺一生忘れないよ。ほんとかっこよかった。うわ、しかも20ルピーを手に入れちゃった。へそくりかあいつの。いやもうほんとよかった。すごくなんか感動した俺。ちょっと待ってくださいね。うん、まあちょっとだけ見たところまだちょっと先は長いっぽいんで、今日はここぐらいにしておきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。もう今日はほんとね、男と男のほんともうすごく感動するストーリーを見たと思う。ほんとね、友達ん家行ってもうベッドの下見たらほんと幼女のもうエロ本がどっさり出てきたぐらいの時の衝撃と感動はあったね。まあそのエロ本がまあかなりまあいいか。